度感がウェット&マイルド でそれが熱パネルっていうらしいんだけどさらに進化してる。そう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 、世界で一番好きかもしれない、2021年今行きたいサウナベスト5ということでですね、今回はプロサウナーの整え親方さんに来ていただいております。よろしくお願いします。お願いいたします。なんか、はい、いきなりよそよそしいな、まあ、おなじみの、私たちもいつも親方にいろいろ教えていただいてるんですが、今年2021年、いろいろコロナ禍で行きたいところにも行けないことが多いわけなんですけれども、そんな中、今親方が行きたいと思っているサウナの、ベスト5を、なるほど、聞きたいのね、はい、今日時点でのベスト5をちょっとお聞きしたいなと思いまして、だって整え親方といえばさ、世界中のサウナを知ってる人でもあり、日本のサウナをある程度知ってる人でもあり、やっぱそういう人がね、2021年に今行きたいサウナってやっぱ気になるでしょ。気になる、みんな気になってますからでしょ。ダダン、5位、はい、プレミアムホテルキャビン札幌。いきなり地元感出たんだけどまずはね、札幌からですよね。そう、あのね、はい、結構前にひとみちゃんと行って行きましたね。サウナストーンを入れ替えてとかって並べました、並べました、やってたでしょ。はいはいはい、あのね、ところが彼ら頑張ってて今、はい、椅子の座面とか、あとウォーリューできるようにしたりだとか、いろいろ手を加え始めた。サウナ室を、あれよりさらに進化してる。そう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 、椅子のところに丸太をちゃんと置いて、丸太の木でそう高さを出して、一番心地いいところに体が来るように高さもセッティングして、あの予算の都合もあり、ホテルの支配人とかがあの木削ってたもんもう支配人自ら。そう、ででん、はい、ガン、サウナグリンピア。サウナグリンピア、聞いたことありますけど、なんかお名前は、ちょっとまだ私も全然行ったことないです。これ高知県にあって、実は俺も行ったことないんだけど、聞いてるだけで整う。熱波を送りすぎて、あのタオルでちゃんと送ってたんだけど、はい、それでなんかね、送るのがまんべんなく風がいかないっていう風に彼は感じたらしくって、はいはいはい、あのこの社長はね、でね、今ねパネルみたいなのでふわってなんかねやってるんだってタオルやめて、ね、そう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 、大きいパネルで、そうそうそう、でそれが熱パネルっていうらしいんだけど熱パネルでこう送ってるんだって。好きだな、熱パネル。好きでしょ、そういうので、あとはね、面白かったのはストーブにやっぱりバカスかバカスか水セルフロールとかかけちゃって、やっぱ壊れちゃうじゃない。そうですね、あれ漏電しちゃうから、結構ね、あまりにかけすぎないように、でなおかつちゃんとした湿度が出るようにどうしたらいいかって考えた時に、園芸用のじょうろ、ジャバジャバジャバっていかないようにファーって水がまんべんなくいくようなところで漏流してんだ、あのそのじょうろで漏流したりする。頭使ってるでしょ、なんか考え抜かれてますそう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 、オロポあるじゃない、はい、オロポ、オロポね、オロナミン C とポカリセットを混ぜてオロポっていうのがサウナードリンクだったりするじゃない、はい、でも飲んでるうちに氷がちょっと溶けちゃったりするでしょ、ね、でこれをどうしたらいいかなって、薄まんないようにしたいなと思った、このここのグリンピアの社長は、サウナグリンピアの社長は、あ、アイスボックスって覚えてる、あのアイス、あのアイスクリームコーナーに売ってる、あの氷のグレープフルーツ味のやつ、はい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 、あれにオロナミン C を入れたら一番いいんじゃないかっていうことで、オロナミン C とアイスボックスでオロックスっていうのを作って今出してるらしいよ。面白い、面白いでしょ、これ知恵高知で、はね、水着で入れて男女でも行けるのかな、貸し切りもあるし、で休館日があるんだけど、ここに、はあはあはあ、休館日の館が、はい、汗の館になってた、そういうところも可愛い、そういうところも可愛い、汗なんだ汗休ませよ、そうそうそう、今日はっていう、そう、やっぱそういうところも行きたいなと思っちゃうね、はあ、面白いですね、いいでしょこれ。ダダン、これはね、レボっていう、レボ、レボ、
これはね、富山の超山奥にあって、宿泊もあるレストランに付いてる、そこにサウナも付いてて、へえ。谷口英二シェフって言って、この人すっごい有名なシェフが、やっぱこう美味しいものを美味しく食べさせるために、やっぱりこのサウナに入ってからご飯を食べてほしいっていう、これが伝わるのもすごいよね。いや、 やっぱり私もこの、1年ぐらいでサウナ入らせてもらうようになりましたけど、やっぱり、サウナの後のご飯すごい美味しいじゃないですか、すごい美味しい、すごい美味しい、もう今まで何してたんだ私って、それをまさにもうセットにして、そうサウナもいいし、ご飯も最高っていう、そう、これはちょっと行きたい、今行きたい、一番行きたいかもしれないな。いやー気に、だって一番行きたいでまだ3位ですよ。あ、3位よ。そうそうそう、だから本当は1位だよ、本当は1位やっぱりやっぱりこれはね、みんな知ってるかな、みんな知ってる、行くよ、はい、第2位ダラララダダン、2位足べとんで どうしてもやっぱりあそこの来てる常連のおじさんたちとタオル交換を一緒にしたいね俺は。やっぱり入ってくるんですね。そうね、やっぱり行きたい、今年行きたいサウナ、前何回も行ってるけれども、今年どころじゃないじゃないですか、そう違って行きたいサウナじゃないですか札幌にいるともう毎週行ってるみたいなところかもしれないけど、まあこれアンダーサウナね、そうそう、初めてご覧になった方ご存じないかもしれない、親方の産湯、まあここで育ったようなもんですよ僕は、これね、何がいいのかなって、やっぱり自分でもよく思うんだけど、まず、着てるおっちゃんたちが好きみんながタオル交換、そのお客さんがしだすし、であとね、やっぱね、水風呂の温度とかがずっとね 16.5 度とかをキープしてる、俺の自分が一番好きな水風呂の温度をキープしてる、あとサウナ室がもちろん料理できないんだけど、ここのねサウナ室のね湿度感がウェット&マイルド で、でそれなんでかなって考えると、やっぱりその浴槽スペースからサウナ室に流れる蒸気とかが結構ね湿度を出してくれる、ウェット&マイルド、じゃあロールできないけど、そのいわゆるカラカラではない、そうで、なおかつ外気浴もあるし、あ、外気浴もあるんですね、外気浴もあるの、これは嬉しい、これは嬉しいよ、もうそれだからやっぱり入ってくる足部、そうだから入ってくる、はあ、親方の愛する足部でも2位、足部の上がいる、ああ、そうね、そうなのよ、気になる、じゃあ気になる、やっぱりいいですか、ちょっといい、でで神戸サウナ、神戸サウナ、神戸サウナ、はい、僕実はあの世界で一番好きかもしれない、ここに来てまさかの世界一、まさかの、実はね、そう実はね、はい、今行くべきとかじゃなくて、サウナって言ったらどこがいいのみたいな、ランキングになった時に 100% 入ってくるのが神戸サウナ、実は、でやっぱねいいんだよね、全部がいい、違いとかあるんですかその他のサウナと神戸サウナの違いみたいな、あのね、まずね、圧倒的清潔感とかね、へえ、綺麗なんだ、圧倒的清潔感とか、実はウェルビーの米田一族の、そうなんですか、そう、じゃあ同じイズムというか、同じイズムというか、へえ、ここはやっぱね日本が誇るね至高のサウナの一つでいいな、そっか、みんな憧れてるよ、あ、そうなんですね、サウナ、サウナオーナーたちは、神戸サウナさんみたいになりたいみたいな、なろうみたいな、感じの、わ、これはそう言われると行きたい、行きたい2021年、そうですね、2021年の現時点での、現時点での、今日、今日時点での、今日時点での、明日だったらすぐあんだからやっぱここだなってね、そういや気になるサウナいっぱいありましたね、ありましたか、いやでもまだまだね行ってないサウナたくさんありますし、こういうねサウナのお話するだけでも、楽しいし、楽しいよ、話聞いてるだけで整うんだ、トークで整う新しい形もできてまいりましたね、引き続きね、アンダサウナでもいろいろサウナの良さをお伝えしていけたらなと思います、はい、チャンネル登録と高評価よろしくお願いします。さよなら。